山捨て小源自動車のジュンケルです。今回もご視聴いただきありがとうございます。それではルーフの塗装準備が整いましたので、これからツートン用のカーキ色を塗装していきたいと思います。これだけでも多分ガラッと変わっていくと思いますんで、今後の完成までお楽しみいただければと思います。クリア入ります。はい、ルーフ塗装完了しました。いい感じに塗れたと思います。カーキ塗装が完了しました。次回からはバランスを考えながら下の方の作成に取り掛かっていきます。
それではまた見てねー。